奈良港宛警部国立公園、ビクトリア化石洞窟のティラコレを骨格。奈良港宛警部国立公園は、南オーストラリア州南東部のライムストン、コースト地域の奈良港宛近くの国立公園である。その広範囲な化石の記録は、リバー・アッツレーともに1994年、この場所が、世界遺産のオーストラリアの哺乳類化石地域の一部として、登録された。 この公園は3.05平方キロメートルの世界遺産登録地域の中の26の洞窟を含む6平方キロメートルの植生とともに保護されている。国立公園内にはキャンピングカーやキャンピングトレーラーが乗り入れられるオートキャンプ場を含むキャンプ場やグループのための宿泊設備、ピクニックグラウンド、カフェが整備されている。訪問者の活動範囲は広範囲にわたる。 凍結訪問は、プロのインタープリターが非常に装飾されたホラー穴を通していくつかのツアーで化石を見に訪れるのを案内する。最新のテクノロジーが、毎年何千頭ものコウモリが繁殖する、訪問者に通常は到達できないホラー穴を案内するために利用されている。他に、洞窟体験ツアーや特別イベントがある。この地域の石灰岩は、土地が 海面下にあった2億年前と2000万年前の2階に渡って、珊瑚と海洋の生物により作られた。大地の水はそれ以来石灰岩の一部を侵食し、そしてこれらのホラー穴を作った。これらのホラー穴は地面からそう遠くない位置にあり、そしてしばしば洞窟の穴が地上に貫通した。ここは化石の貴重なコレクションの源となっている。放入類や、 他の地上生生物は地上に貫通した洞窟に落ち逃げることが叶わずそのまま化石となった。化石記録は侵食された表土から作られる地層に保存されている。一部の場所では化石を含んだ人例は最高20メートルの厚さがある。これらの地域の一部はより良い年代推定及び化石記録の復元方法が見つかるであろう。 将来の研究のために保存されている。これらの落とし穴化石はオーストラリアの大型動物賞をたどる上でかなり有意義である。奈良港宛警部国立公園インフォメーションセンター。ありがとうございます。